大ヒット曲の365歩のマーチや、名作ドラマありがとうの主演女優として、その元気な歌声やはつらつとした演技で、チータというニックネームで親しまれた、国民的歌手で女優の水前寺清子さん。最近はテレビでお見かけしなくなりましたが、実はまさかの熟年離婚していたことが明らかとなり、その真相や以前とは違う現在の姿が巷で密かに噂となっていたのをご存知でしょうか。そんな往年のスターのこれまでの経歴や、ある驚くべき確執の真相について気になって調べてみることに。水前寺清子さん、本名は林田民子さん。小さな民ちゃんから付けられたニックネームはチーター。1945年10月9日生まれの77歳。身長158センチ、血液型O型。熊本県熊本市に生まれています。父親は地元で化粧品、洋品店を経営して、実家は家政婦を雇うほど裕福でした。運動は大の苦手でしたが、歌が得意で、のど自慢のコンテストに出場していた水前寺さん。父親は、そんな娘を歌手にしたかったようで、日本舞踊やバイオリンなどいろいろと、習い事をさせたそうです。ところが、父親が事業に失敗して、一家は夜逃げ同然で上京。8畳一間の部屋を借りて、父は精肉店で働き、母は内職をする生活でしたが、そんな苦しい生活にもかかわらず、父は、娘を歌手にするという夢をかけて、水前寺さんは学校が終わると音楽学院に通い、父の期待に応えようと努力したそうです。そしてすぐに歌手への道が開いたのです。1961年の第12回コロンビア全国歌謡コンクールで見事第2位になるとスカウトを受けて、恩師となる作詞家の星野哲郎さんのもとで4年間のレッスンの末、1964年の東京オリンピックの年に12曲目のレコーディングとなった涙を抱いた渡り鳥で歌手デビューすると、翌年にはゴールデン野郎新人賞を受賞。 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たした水前寺さん。1968年には100万枚の大ヒットで大ブレイクのきっかけを作った365歩のマーチは、翌年の選抜高校野球の入場行進曲に採用され、日本レコード大賞で大衆賞を受賞。そのヒットによってさらに活躍の場を広げるのです。ちなみにデビュー前に芸名は東京マリにしようと思っていたのだとか。前人未到の視聴率 56% を記録した伝説のドラマありがとうで主演に大抜擢されただけでなく、ワイドスクランブルの初代司会者も務めるなど、別格のマルチタレントとしての活躍を見せたのです。デビュー58年の水前寺さんですが、ただならぬ状況だとも言われているのです。というのも、1989年43歳で6歳年下の小松明さんというバックバンドのサックスプレイヤーとめでたく結婚した水前寺さん。小松さんは結婚後は音楽をすっぱりやめて、水前寺さんの事務所の社長としてマネージメントやプロデュースに専念。ひたすら妻を売り込む低姿勢から、業界内では水前寺清と呼ばれるほどだったそうです。水前寺さんも円満の秘訣は夫婦喧嘩をすることだとも語っていたのに、こともあろうに、水前寺さん75歳の2020年12月に32年目にして熟年離婚していたことが判明。どうしてそうなったのでしょうか。一つは水前寺さんが多忙すぎたことだとされ、しかも2度の大怪我を負った水前寺さん。2011年広島のコンサートでセットの階段から落ちてしまい、左膝を剥離骨折しただけでなく、靭帯も損傷して絶対安静となっています。2014年には脊柱管狭窄症に見舞われて
腰椎が変形して神経を圧迫。お尻から足先にかけてしびれるようになり、ステージで転倒したこともあったため、やむなく手術することに。幸いにも、術後3週間で退院し、元気に復帰されていますが、近年、怪我や病気に相次いで見舞われ、かなりなストレスを抱えてきた水前寺さん。なのに、組まれたスケジュールは過密でした。さすがに優しい水前寺さんも、切れることがたびたびあったそうです。夫として妻の体調を気遣うことよりも、社長業を優先してしまった小松さん。皮肉にも敏腕だったがゆえに、離婚につながる原因となってしまったのでしょうか。そしてもう一つの原因は、夫婦喧嘩の仲裁役だった水前寺さんの姉の玲子さんが2017年に他界されたことです。生前、お姉さんが歌のマネジメントをしていたのですが、その後、夫の小松さんが社長兼マネージャーとなったことが元で、摩擦が生じるように、水前寺さんは長い結婚生活の中で、小松さんに一度も褒められたことがないと、周囲によくこぼしていたといいます。仕事現場だけでなく、自宅でも、仕事のダメ出しを延々とされる始末で、二人は人目をはばからず口論することも、しょっちゅうだったようです。そしてもう一つの原因は、多額の寄付をするも、裏切り行為に遭ってしまったこと。というのも、お母さんが痴呆症になったことがきっかけとなり、なんと15億円という資産を投じて、2000年に故郷の熊本にケアハウスを設立した水前寺さん。運営は知人を信じて任せっきりでした。しかし、理事長などの度重なる不祥事や、最終的には自ら名付けた水星庵という、屋号すら勝手に変更される始末で、故郷に錦を飾るどころか、大金をドブに捨てたも同然となった水前寺さん。怪我や病気だけでなく、大金を騙し取られたことも、夫婦の間に亀裂を作る原因にもなったのでしょうか。2018年頃からは、急速に夫婦仲が悪化。小松さんは一生懸命に水前寺さんをサポートしたつもりが、それが逆に、あだとなったということなのかもしれません。一方、水前寺さんはストレスのあまり、衝動買いで高い服を買っては封も開けず、自宅の9割が水前寺さんの服で埋まる、ゴミ屋敷となったそうです。たまらず、小松さんが家を出る形で別居。個人事務所社長も退任し、財産分与も済ませた上で、結局は離婚が成立したというわけです。まさに人生はワンツーパンチどころではない。ダメージでしたが、実はそれだけでなく、さらに気になることがあると言います。それは、水前寺さんの顔のこと。某バラエティ番組に出演した際に、違和感を覚えるほど、顔の左半分の動きが、明らかにおかしかったことで、巷では顔面麻痺なのではと、心配されることに、真偽は確かではないのですが、一説では、手術は成功したものの、脊柱管狭窄症の後遺症ではとも言われています。そんな水前寺さんですが、その竹を割ったような性格もあってか、人気絶頂の頃に、あの和田アキ子さんと、確執があったのも有名で、しかも、和田さんを泣かせたというではありませんか。真相は、和田さんが、レギュラーの番組のオファーを、水前寺さんが、アッコは嫌いだから出ないと、断ったことに、和田さんがショックを受け号泣したと、週刊誌が書き立てたことが発端なのですが、全く、寝耳に水の話だったために、喧嘩を売られたと思った水前寺さんは、泣くような玉かと返したことで、犬猿の仲と言われるようになったそうです。後に、週刊誌にはめられたと分かり、今では、二人は、とても仲がいいそうです。最近では、BS への出演が見られる水前寺さん、桃色クローバー Z がホストを務める、
桃色歌合戦に2017年から5年連続で出場を続けています。そんな水前寺さんの目下の夢はというと、初出場から22年連続出場した紅白歌合戦に再び出場することだそうです。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？そういえば、あの歌にもありましたね。汗かきべそかき？歩こうよ。まさにそんな半生だったチーター。これからも陰ながら応援していきたいと思いました。それではまた次回お会いしましょう。